新案 tv の深夜です。今回はコミュニケーションの上手な取り方として、明日からできるコミュニケーションの基礎編を話ししていきたいと思います。深夜の仕事上で得た知識、学んだことを参考にしていただけたらと思います。今回は話し相手が受け入れてもらうことを学習目標としています。 コミュニケーションをする上で大事なこと。結論から言うと、相手、すなわち話し手が話しやすい環境づくりに努めるということです。話し手が話しやすい環境って何だって言うと、それは聞き上手になるということです。昔から聞き上手は話し上手という言葉がある通り、聞き上手になることが大事なことです。それでは聞き上手になるにはどうしたらいいかというと、ポイントが2つです。 一つが傾聴もう一つが共感です。傾聴とは何だっていうと相手の話,話に耳を傾けるということです字のごとくの耳を傾けるすなわち傾聴となります傾聴で交換的な方法というとオウム返しをするということですオウム返しって何だっていうと相手が言うことを返す技術ですオウム返しの実例を挙げます 今日仕事が忙しくて疲れたよと相手が申したら仕事が忙しくて疲れたんですねと言ってあげますこのように相手が言ったことをそのまま返すという技術ですただしこのオウム返しが多様化すると傾聴する上で逆効果となりますつまり相手が言うことを毎回毎回オウム返しすると 相手はかえって自分の言いたいことを言えずになってしまい非常にコミュニケーション上では邪魔になってしまいますこのオウム返しの技術の他にはうなずきとかアイコンタクトなどといった体を使うものもありますいわゆるボディーラングイッジってやつですねで相手はこのようなことをしてもらったら話を聞いてくれたと満足感を得られます次に共感です 共感とは相手の言っていることの気持ちや感情を受けて同じ気持ちを共有するといったことですつまり相手の気持ちを共有してそのまま相手の気持ちを伝えるということですちょっとわかりにくい言い方なんですけど相手の気持ちを共有してその自分の言葉で相手に返すといった方がもっとわかりやすいかと思います 共感の実例を挙げます昨日雪で滑ってこけて足をおでしたけどその痛みで夜も寝られなかったんだよねと相手が申したら痛みで眠れなかったことはさぞ辛かったでしょうねって言って返していますこのように相手が痛みで眠れなかったっていうお辛い気持ちをそのまま受けてで受けた側が その気持ちを察して返してて返いる言葉です。これを共感と言いますで共感は相手が毎回毎回言うことの話の流れで入れていくよりも話し手が最も気持ちの入れているところでこの共感の言葉を入れてあげると非常に効果的です共感もうなずきとかアイコンタクトとか表情といったもので体を使って返してあげると 非常に効果的ですこういったことは話を聞いてくれたと話し手が満足感を得られます。満足感を得られると信頼を得られます。以上まとめです。傾聴と共感を行うと相手からの信頼を得ることが容易になりコミュニケーションが取りやすくなります。ただ この傾聴と共感を行うことは普段から意識して行わないとなかなか難しいものですしたがってある程度のトレーニングと努力が必要となります普段からの私たちのコミュニケーションを返していく中で常に意識して自然と返せるようになるように頑張っていきましょう以上です それではさようなら。